Jo Leute, willkommen im nächsten Part. Und das, was ihr gerade gesehen habt, könnt ihr per Viereck sagen. Das ist dann die Zusammenfassung anzeigen. Wenn ihr wollt, dass ich mal vorlese, schreibt in die Kommentare. Apropos in die Kommentare. Es wurde ein paar Schule per den anderen YouTuber Pascal Klapfer gebeten, dass ihr ein Pokémon-Video nicht sehen könnt oder hören könnt. Was ist denn das für ein Video, was ihr meint? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Bis dahin, weiter geht's. Also wurde per Etotetze wieder gelöst. Was passiert nämlich, wenn man per Etotetze genug Schaden erhält? Da kann es sein, dass man Staub erfährt und dann Schwaches über den Warnriemen auszahlt. Lest mal spinnt und wieder tot ist. Also im Anime haben die Swannis gekämpft, aber egal.
Und Bandhorn. Er denkt nur Bandhorn. S. Ich muss jetzt besser aus. Ja, versuche erst töten, dann fangen. Wüsste es besser. Aber hey, du hast viel dazu gelernt. Zum Beispiel Susano. Der man Kiu schauen kann. Das war's. あんたにやってもらいたいことがある。そんなこと、いちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中でずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺があまりに何も知らない。奴らに全てを聞く。そんなこと知らなくてもいいじゃん。 君はまだ子供なんだから。そうじゃない。今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそも始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか。全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。 今のあなた、悪くないのだ。いいわ、協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ？<笑>あなたもよく知っている場所に。さあ、行きましょう。 Da ist wohl eher Orochimaru auf den Bus geflogen. So, wie gesagt, 20 Minuten sind vorbei, also nächste Mission. Warte mal kurz. Da geht das gerade nicht. So. Ja, hier hast du auch was. A, S. 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 S, S, A. A. Hier S. A. A. Gut. その巻物に書かれている術を使う。この面が必要な。これを使い、四季風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放する。 準備なさい。あと、チュウ、あなたのチャクラを使って、サスケからやつらを外に出しなさい。そうすれば、トビがサスケの解釈につけていた絶後、そのチャクラに呼応して、表へ出てくるはず。彼が、あの4人を呼び出す生贄となってくれる。江戸転生の術。 全ての知る者たち、先代の
貴様、またエド転生の術か。わしの作った術を公やすやす。今回は少し事情がありまして、彼の立っての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺はウチハサスケ。あんたたち火影に聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目、イタチになぜあんなことを。 もう知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい。イタチの全て。同胞を皆抹殺し、反乱を止め、それにつながる戦争も一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。 わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代火影、あんたに聞く。里とは何だ。忍びとはそもそも何なんだ。イタチは あんが木ノ葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木ノ葉の忍びであることに誇りを抱いていった。俺が死んでまで守ろうとする里とは、一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて本当の答えを出したい。 木ノ葉に復讐するのか、それとも木ノ葉へ復讐だ。それをこのわしが許すとでも。扉間入り下ろせ。分かった。 いやー、すまんすまん。さて、里についてか。もちろん話してやってもよいが、ちと長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内浜だらが復活し、 この世の忍びを消すつもりで動いています。<笑>確かに。ここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にいくつか。ここは、そうか、この感じ。ナルト、お前も戦っているんだな。 話を後で。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにはいかん。いいえ、戦場へ向かいたい。話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使ってこの葉を潰すことになりかねません。オロチマル貴様、 オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておる、わだかまりを解いてやる方を先としようぜ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよ、まず里と忍びについて語りには。
ウチハと戦獣、マダラと俺について絡む。激闘に続く激闘。マダラと俺も、もはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。 Tja, jetzt sehen wir mal, wie es ausgegangen ist. Dreimal Innenboot und einmal werfen. Komm schon, komm schon, muss ich jetzt mal am Arm. Fuck you. この時、覚悟を決めた。今をマダラがどう復活したのかは分からんが、俺は確実に友を殺した里のために。その里とは、始まりにマダラと俺が望んだ里とは、一族と一族をつなげるものだった。 無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。まだ言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。 この状況を作り上げてしまった忍びは俺だ。そして、それを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ、何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように忍びとは 耐え忍びの目標を叶えるために。
俺にとってそれが里作りだった。だがバダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言ったバダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは具体的にどのようなものかは分からんが、無限つくよ。里の忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ己の思い通りに操ることだ。俺の兄があんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして初代おかげの話を聞いてあなたの考えはどうだったかしら。やはり刃をこの葉に向けるのか、それとも。許せサスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせぬ。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけで、では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。Ihr Charaschein. Fertig. Dann noch kurz das andere und dann sind wir fertig mit dem Part. だったよ。お前は子供のために学校を作り、兄弟が死なない里を作るだったが、うん、自分がガキのくせに大きなことを言いやがると思ったが、うん、悪くない夢だった。俺の描いていた夢と同じだった。だからこそ俺はお前と共にここにいる。だな、この花くれの里から、今の俺にとってこの里は守るべき大切なものとなった。ところでおかげ就任の件は考えてくれたか。何、あれはマジな話だったのか。てっきり冗談だと思って流していたが。何を言ってる、俺は本気ぞ。おかげ役にはお前が適任。これからは里の長として皆を導いてもらう。
そして里の象徴としてこの崖にお前の顔を彫るのだ。いや待て、そういうのは俺らしかない。お前の意志は関係ない。せいぜい恥ずかしがるがよい。てめえ半分嫌がらせじゃねえか。随分と様になってるじゃないか。その服も。この服は本来ならお前のものだ。俺は今でもお前こそが木陰にふさわしいと思っている。そうだ、そう。違うな。ことは民主的に決まったことだ。民はお前を選んだ。お前が木陰だ。まだな。この石碑、これは内派に代々伝わる石碑。解読するには動力が必要な特別な読み物だ。今俺が解読できるところまでにこう書いてある。一つの神が安定を求め陰と陽に分極した。相反する二つは作用し合い神羅万象を得る。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っている。だが別の捉え方もできる。ん？まあいい。今のお前に話しても無駄なこと。どういうことだ？柱間、俺は里を抜ける。お前とはここまでだ。なぜこの里に誰も味方はいない。誰も俺を認めない。俺はお前なしではやれない。おかげの右腕として兄弟として協力してくれ。いずれ民もお前の良さに気づく。その時二代目ほかげとしてお前の後おそらく飛び玉がほかげとなる。そうなれば内派はいずれ消されていく。それが分かっていて里を出るよう内派の他の者に声をかけた。これ以上は無理だ。俺は里を出ていく。俺は別の道を見つけた。待て、今は皆がお前を誤解しているだけだ。現実をどう捉えるかだ。ただ卑屈なのはやめにしよう。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。おい、俺の話を聞いてるのか。俺と対等に争えるのはお前だけだ。まだ本当の夢への道へ行くまでの間、お前との戦いを楽しみさ。夢とは何なのだ。なぜ何も教えてくれない。ほかげ様は何事だ。うちはまだだが、この葉に。そうか、戻ってきてくれたか。この葉隠れに謀反。先遣隊は全滅。第二陣、第三陣を送っていますが、すでに被害甚大との報告が。住民たちの避難は進めておりますが、いかんせんマダムの進行を止められません。ほかげ様、いかがなさいますか。ほかげ様。何を言ってる。何を。マダラ、この里は俺たちが作った里ぞ。なのになぜ。ダメだ、わからん。お前の考えはもう何を。思惑と野望が闇夜の中に渦巻いていた。かつての思いはもはや枯れ果てたのか。その先に待つものは絶望だけか。果たして言い知れぬ痛みを胸に
千住柱間は友へといるんだ。深淵にただ一寸の希望があることを信じて。上回